まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 60g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で10分放置すれば OK です。その間に生地に使うバターの準備をします。無塩バター 20g を量ります。レンジ 600W で10秒から様子を見ながらチンします。はい、このように指で押せる柔らかさになれば OK です。液状は NG です。膨らみが悪くなる原因となります。生地に使う卵もよく混ぜておいてください。卵白の割合が多く入るとタンパク質が凝固してパサついたパンになってしまいます。なのでこのようにしっかりと混ぜておいてください。はい、10分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 200g、 塩 3g、 砂糖 24g、 卵 30g、 人肌ほどに温めた牛乳 50g、 夏場は冷たいものを入れてください。ひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜてください。混ざったら無塩バター 20g を入れます。生地全体によく練り込んでいきます。ムラがないようにバターを生地にしっかりしっかり混ぜ込んでいってください。はい、混ざった後はこんな状態になります。ベターっとしています。もしこれよりも生地が硬いなと感じる場合は常温のお水を少しずつ様子を見ながら足してこのくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分放置します。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで自然とグルテンが生成されています。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。伸びなくなったら外から中央にぐいっと折りたたみながらこねていきます。ひたすらこれの繰り返しになります。無理のない力加減で手を痛めない程度にこねていただければ大丈夫です。はい、3分こねました。一見まとまっているように見えるかもしれないんですが、触り方次第ではこのようにベターっとしています。これで OK なので安心してください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ヘラで中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるのでガス保持力がアップしてこの後の一次発酵でしっかりとガスを溜め込むことができます。
はい、こんなもんで OK です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で20分目安、一回り大きくなるまで一次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。はい、一回り大きくなりました。このように見た目でだいたい一回りほど大きくなったらパンチの作業をします。手に水をつけてグーパンチします。外から中央にぐいっと一周折りたたんでいきます。もう一度水をつけて、同じように一周折りたためばパンチの作業は完了です。パンチをすることでキメが細かくなってしっかりとボリュームが出るパンになります。そしたらくるっとひっくり返します。ひっくり返すのが難しいっていう場合はヘラで中央に折りたたみながら丸めてください。どちらでも大丈夫です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で35分目安、2倍の大きさになるまで一次発酵の続きをします。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。その間にクッキングシートを型に敷いておきます。シートを敷かずに無塩バターをハケで全体的に塗っても OK です。やりやすい方で準備しておいてください。はい、一次発酵が完了しました。このように見た目で2倍の大きさになれば次の工程に進めていきます。その日の室温によっても発酵が進むスピードっていうのは毎回変わりますので、レシピ通りの発酵時間でやるのではなくて、必ず見た目の判断で発酵の確認をしてください。フィンガーチェックのやり方は粉をしっかりつけて指をぐっと押し入れます。穴が押し戻ってこなければ OK の合図です。生地の表面に粉をまぶします。軽くガスを抜きます。まな板にもしっかりと粉をなじませておきます。ボウルの底に指をグッグッと入れ込みながら少しずつ剥がして生地を取り出します。こんな感じです。ベタつくので両面に粉を軽くまぶしておきます。はい、一次発酵後の生地はとても緩んだ状態で伸びがいいです。なのでこのまま伸ばしていきます。最初に手である程度まで伸ばしておきます。角も優しくトン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 と伸ばしてあげます。
そしたら綿棒でさらに大きく伸ばしていきます。綿棒を当てる時のポイントは中央から外に向けて当てていくことです。角もたまに優しくトン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 と伸ばしてあげます。はい、中央から外に向けて当てていきます。で、もし伸びにくいなっていう時は一旦ラップをかけて3分ぐらい休ませてあげると伸びが良くなるのでやりやすいです。冷ましておいたフィリングを乗せていきます。はい、この時に上と下2センチぐらいは乗せずに開けておいてください。手前から少しずつ巻いていきます。最初の2巻きぐらいはややきつめぐらいに巻きます。はい、あとはもう軽くコロコロっと巻いていきます。もう締め付けたりせずに優しく巻いていきます。生地を端から端までつまんで閉じていきます。閉じるときは生地を薄くつまんで閉じてください。分厚く分厚くつまんでしまうとその部分がふっくらしなくなるので薄くつまみます。少し粉をつけて軽くコロコロと転がして太さを均一に調節していきます。8等分に下書きをします。切るときは押し切るようにして切っていきます。ギコギコ引きながら切るとぐちゃっとなってしまうので押し切ります。はい、そしたら形を少し整えて型に入れます。とっても柔らかい生地なので強く持つとぐちゃっとなってしまうので優しく持って移動させてください。こんな感じで形を整えてから移動させます。今回は丸型なので真ん中に1個置いてから周りにお花のように並べていくといいと思います。生地を並べるときに結構クッキングシートがずれたりとかしてちょっと難しかったのでシートは敷かずにバターを全体に塗った方が簡単かなと思います。最後に上から少し押さえて高さを調節しておきます。